ああ、マカ、間違いない。あいつの魂はもう鬼神の卵だ。人間じゃない。姿形が問題じゃねえ。問題なのは魂。何言ってんですか？同じクラスの宮村ですよ。堀さんが話しかけてきてくれたこと、昨日のこともあるし、俺はてっきり避けられてるのかと。ぶぅ、寝込みを襲うとはお子ちゃまは恐ろしいな。大丈夫、見かけは人の祭りと変わらない。人の祭りを真似して遊ぶ祭りだし。いや、そういうことではない。あの女の腹の中でごく稀に非常に濃厚芳醇な地層が送られてきたのだ。いや、あの、そんなに謝らなくても。織村一華です。よろしくお願いします。倒したっていうか、いきなり突っ込んできたのをかわしたら。俺は笑えない。そう教わった。俺はこいつのパパだ。帰ろう、ミリ。いいんじゃない、そういうのも勇気だと思うし。一匹狼って言っても誰かを傷つけてるわけじゃないし。いちいちムカつく言い方する女だな。つっても俺、今までデートどころかまともに女子とお近づきになったこともねえんだぞ。デートなんてどうすりゃいいんだか。おい、来年から俺が深夜に上がるから有利は二人もいらない。才能ないやつはさっさと引退しろ。バーカ。興味ないっすね、恋愛とか。よくわかんねえし。まあ、あとコーラ3杯くらい飲んじゃったし。ああ、マル、ちょっと離席する。僕は僕だし、誰かと比べたりする必要なんかないよ。準備行ってくる。いい、一人で行ってくる。また明日な。一緒に昼飯食おうぜ。焼きそば、お前らの分も買ってやっからよ。いや、もうなんだあれ。真面目に汗水垂らして働く男にお疲れ様の一言もない。誰にも邪魔はさせない。僕たちは家族5人で幸せに暮らすんだ。僕たちの絆は誰にも切れない。おかか、名前は筋子。動くな。高菜、鮭いくら、明太子。黙れ、相手なんか誰だっていい。さっさと勝って俺は次へ行く。お前らだって数合わせだ。染谷裕次郎です。高校生活一緒に楽しく過ごしましょう。見たことをよく考えもせずに口に出す、無神経すぎる。君と夏の終わり、将来